炎蓮川中華人民共和国の小説家、中国人民大学教授、香港科技大学客員教授、1958年、中国化南省華査研伝古鎮に生まれる。青年月日については、家が貧しく誕生日を祝う習慣もなく、また所属していた生産代替にも記録がなく、詳細は不明。幼い頃から食べることに苦労し、麦刈りをしたり、 牛を追ったり、出稼ぎに行ったり様々な農作業をお手伝ったりした。1978年10月中国人民解放軍に入隊し、食べることには苦労しない生活が始まり、運命も変わり始めた。軍隊では、班長や小隊長、指導員、幹事を歴任し、中国人民解放軍第二砲兵隊創作室の職業作家となった。2005年に、 十0を書いたことで軍隊を追い出され、北京市作家協会の職業作家に移った。2008年に中国人民大学の教授に就任し今に至り、大学では創作について講義している。2016年香港科学技術大学の客員教授となり、ここでも創作について講義している。2017年香港科学技術大学から文学栄養博士号を授与される。 1979年から現在まで小説では長編が15編、中編が50編余り、短編が40編余り、3文では長編が3編、3文集が5冊あり、映画やテレビの連続ドラマの脚本が10本、余りあって、時数の総計は1000万字を超える。しかし中国では最も論争の的になる金書の多い作家ということが原因で、 ため人民含む、低小無、四章、日足などの小説や一部随筆や講演原稿は、未だ大陸では出版されていない。作品は、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、イタリア語、スウェーデン語、デンマーク語、ノルウェー語、チェコ語、ギリシャ語、日本語、韓国語、ベトナム語、モンゴル語など30種類に及ぶ言語に翻訳され、世界各地で広く読まれている。 長編小作品集3文、追筆、文集、ありがとうございます。